お前こんなところで何やってんだ。私宿屋で待ってたのに、お風呂に行くって出かけたままもうずっと帰ってこないの。どこ行っちゃったらひどいよ。はあ、迷子ってやつか。なあうんこちゃん、酒場の前にいた女の子が探していた妹ってもしかしてこの子なんじゃ。さぞ心細かっただろう。かわいそうに、俺たちで何とかしてやろうぜ。なあおちびちゃん、お前の名前は何て言うんだ。私の名前はルコっていうの。よしルコ、お前の家族に会わせてやるから俺たちについてきな。あ、え、何このセクシーガール。あら素敵なお兄さん。おいマジか、ちょっと待って。ルコ、お前こっちにいなさい。ルコ、おいルコ、お前こっち来い。ルコおいで。ちょっとお兄さん、ルコを預かっててくれませんか。ルコ、このおじさんと一緒にいなさい。ついてきちゃダメだよ。よし。じゃあ行くわよ。パフ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 、どういでしょう。パフ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 、ふう、これでおしまいよ。どうもありがとう、また来てちょうだいね。初めてのパフパフ。もう一回してくれよパフパフ。おいバカルコ、来ちゃダメだ。大きくなったらルコにもパフパフしてもらおう。昔見ただろう。ああーやばい、女の子が来た、女の子が来ちゃった。やべえ。ああ女の子、ルコ行こう。すいません失礼します。この子がどうしても入りたいっていうことだったので。おお清水、これはもう狙ったとしか思えないような。あらやね、女湯に入ってくるなんてお兄さん大胆なのね。こっちはもっと大胆だぜ。ボロン、ずっとよ。おいルコ、どこ行ったルコ。あお兄さんだら、どっから入ったんですか。そちらは女湯ですよ。女性のお客様も見るので困ります。さあ早く出てくださいな。悪なき探求心によって未知の領域にたどり着いたものに贈られる称号。もう一回行こう女湯。二周したやつはいねえだろうな。性の伝道師とかなったらどうするこれで。悪なき探求者のとは性の伝道師。まあお兄さんだな。まあさすがにねえか。じゃあそしたら酒場